はい、ありがとうございました、ね、軽快なところでブルドッグお聞きいただきました。で続けてね、どん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 やっていきたいと思います。次の2曲、今度は2曲ですね。まあ、ベンチャーズといえばカバーバンドっていうくらいで、まあ、自分たちのオリジナルっていうのはそんなにはないんですね。まあ、いろんな曲やってますけども、結構歌の方でヒットした曲、ね、その当時も歌の方でいろんなバンドありましたけども、そんな中からですねビートルズナンバーをやってるんですね。ビートルズナンバーから I Feel Fine、 そしてアニマルズっていうね、イギリスのやっぱりバンドですけど、それが大ヒットさせた朝日のあたり、2曲お送りします。
我々そのライブバージョンベンチャーズということで1965年に、ね、レコーディングしたコンプリートアルバムっていうのがあるんですけど、それにを、まあ、お手本にしてコピーしてやっているという、まあ、それが、まあ、あそこに書いてありますけどライブバージョンベンチャーズという形でね歌ってるんですけども、まあ、そんな中でもやっぱりあのスタジオ録音版とかですね、そういった曲もやるということで、ちょっとなかなか普通のライブとかではあんまりやらない曲なんですけど、やっぱりね今日は2ステージということで、違う曲をねいろいろやっていかなきゃいけないんで、まあそういうスタジオ版なんかもちょっと取り入れて、やってみようということで、まあ逃亡者っていうねちょっとあんまりやらない曲なんですけど、それもちょっと挑戦してみようかなと。そしてもう一つはですね、ハーブ・アルパートのテファナ・ブラスといわゆるあのマリアッチですね、メキシコの方 のブラスバンドなんですけども、マリアッチっていうジャンルでね有名になりました、悲しき闘牛というロンリーブルーという曲なんですけど、まあ、そちらがオリジナルで、まあ、それをベンチャーズがカバーしているという曲になるんですけどね、2曲珍しいところをお聴きいただきたいと思います。